ユダヤ防衛同盟とは、アメリカやヨーロッパで活動するユダヤ人極右組織である。組織のモットーは、ネバーアゲーン。アラブ人どもを毒ガス攻撃しろ。ユダヤ防衛同盟と書かれている、落書き1968年に、ラビメールカハネによって結成された。反ユダヤ主義との闘争を目的としているとするが、非合法手段をも辞さず、これまでに数々のテロ事件を起こしてきた。 そのため、名誉毀損防止同盟など恩恵派のユダヤ人団体からも非難を受けており、また FBI からも暴力的な過激派団体と規定され、監視を受けている。ユダヤ防衛同盟の運動が盛り上がった時期に流成していた左翼武装組織、ブラックパンサー党とは、人種やイデオロギーなどでの対立から敵対関係にあった。ユダヤ防衛同盟は、 ブラックパンサー等への襲撃事件も起こしている。1994年2月25日、JDL の同盟員で医師のバールーフ・ゴールドシテーンがイスラエル管理下にあるイブラヒミモスクで乱射事件を起こし、29人のイスラム教徒を殺害。ゴールドシテーンは、その場で生き残りのイスラム教徒たちの臨地を受け撲殺された。2001年12月12日、 JDL 国際評議委員長のアーブ・ルービンと同盟員のアール・クルーゲルがアラブ系のアメリカ下院議員であるダレル・アイサの事務所及びカリフォルニア州にあるモスクの爆破を準備した罪で逮捕された。ルービンは無罪を主張し法廷闘争を予告したが2002年11月4日にロサンゼルスの高地所で5.5メートル下のコンクリートの床に転落。 11月13日に死亡した。自殺と思われるが、他殺説もある。2003年2月4日、クルーゲルは、懲役20年の有罪判決を受けて収監されたが、2005年11月4日、アリゾナ州フェニックスの強制施設で襲撃を受け死亡した。ルービンの死後、2004年10月に、JDL は2つの派閥に分裂した。ルービンの未亡人シェディ・ルービンを中心とする派と、 ビルメ名に足を中心とする派で、後者は現在アンシーゲルの統治下に入っている。ありがとうございます。